Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomoです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、後悔しない7つの習慣の、その7つ目の習慣としてお金を賢く使うことについてお話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことであなたは、お金を正しくそして賢く使うこと、それはどういうふうに使うことなのか、を知ることができるようになって、それを実践してあなたの人生をより豊かにして、後悔しない人生を作っていくことができるようになります。なのでどうぞですね、この動画を最後までご視聴ください。はい、いよいよ今日でですね、後悔しないための人格を形成するために必要な7つの習慣の、最後の部分ですね、お金についてお話をさせていただきたいと思うんですけれども、このお金という問題はですね、本当に、難しい問題ですね。お金がない人は本当にお金が欲しいと思うし、お金がある人はもっともっと欲しいと思う、そういうふうにこう人は思うものなんですけれども、じゃあどういうお金の使い方というのが賢いのか、そして賢くないのかというのを、後ほどご紹介します。そして、ぜひですね、この賢いお金の使い方を覚えてあなたの人生をより豊かにしていっていただければというふうに思っています。はい、今日もですね、3つのポイントでお話をさせていただきます。まず1つ目に、お金を賢く使わない人は、必ずこれ必ず後悔するということですね。はい、そして2つ目のポイントとして、意味のあるお金の使い方というのはどういうお金の使い方なのか、はい、これについてお話をします。そして、最後ですね、最後は、お金を賢く使うための秘訣、あるいはまあ秘策とも言えるかもしれませんが、として物質主義ですね、ちょっと噛みましたが、物質主義から脱却をしましょうということですね。はい、この3点についてお話をさせていただきたいと思います。まずですね、お金を賢く使わない人というのは、これ断言しますが必ずですね、後悔するんですよ。はい、あなたはお金を賢く使っているでしょうか。それとも、ただこう衝動的に買ったりですね、本当は必要ないかもしれないものをこうどんどん買ってしまったりする方でしょうか。はい、お金を賢く使わない人は後悔する。これが一つ目のポイントですね。これまでご紹介してきた、クレムゾン大学のですね、コワルスキー氏、そしてまたマコード氏の、まあ、研究調査によりますとですね、若い頃の自分にこういうふうにしとけばよかったってい う, こうアドバイスを、どういうアドバイスをしたいかってこう調査したんですね。でその一番多かったその調査の結果の一つが、お金を無駄に使わなければよかった、お金を無駄に使わなければよかったっていう、後悔、要は自分の若い頃に対するアドバイスが、まあ、一番多かったうちの一つだったわけなんですね。はい、お金を無駄に使ってしまって、自分はこうなってしまったんだとか、ああいうことにこうお金を使わなければ自分はもっとより豊かな、その経済的にも外的にも、まあ、内的にもですね、心の平安とかより豊かなこう生活が、暮らしができていたんだっていう後悔が多かったんですね。はい、でこれはですね、本当に正しいと思うんですね。はい、僕自身37歳で、まあ、僕子供の頃にですね、それこそ10代の若い頃、11、12歳とか、まあ、小学校中学校ぐらいの頃ですね、結構無駄遣いがひどくて、もう想像以上にひどかったんですけど、まあ、何かっていうと、まあ、カードとかですね、その頃ドラゴンボールのカードが流行っていて、まあ、ドラゴンボールのカード出すってその当時言われてたんですけど、ドラゴンボールのカードをこう、その10円、20円って確か1枚買えたんですね。最初は10円だった気がするんですけど、まあ、それが20円に増えて、どんどんその、まあ、20円って思うかもしれないけど、それを例えば100枚、1000枚とかどんどん買っていったら、それこそ大金になってしまいますよね。20円のカード1枚、それをじゃあ1000枚買うとしたら、2万円になってしまうので、それって結構大金ですよね。はい、それをどんどんこうしていたと。でカード集めてこうレアなカードとかキラキラカード集めたらやったみたいな感じになって嬉しくなっていたと。はい、まあ、そんな感じでこう大事なお金を、まあ、本当はこう、まあ、お年玉とかでいただいたようなお金とかをこう使ってしまったとか、あるいはその家の近くに昔ゲームセンターがあったんですよね。でそこでまあゲームをやっていたりとか、まあ、特に僕が一番お金をつぎ込んだのは UFO キャッチャーで、本当にこのぬいぐるみ欲しいなとか、ドラクエでいう、 こうスライムとかですね、まあ、有名なやつとかで、そのキャラのぬいぐるみ欲しいなとかすごく思って、何回もこうやったりとかして、もそれ1回100円とか200円するんですよね。だからもうすごい大金をそこでもう数万円とか、あるいはそれ以上のこの桁のお金をこう、まあ、トータルで言うと使ってしまったと、はい、いうことなんですね。
で、まあ、僕の場合はあのヨーヨーをまあ好きでですね、まあ、今でもそのたまにやるんですけれども、まあ、子供とやったりとかですね、その若い頃、まあ、10代の頃に大会に出てこう優勝したりとか、まあ、関東大会で優勝したりとか全国2位になったりとかいろいろこう、まあ、あのすごく頑張ってですね、それなりの成績を収めてあの自分自身も楽しくてずっと続けていたっていう過去があるんですけど、まあ、ヨーヨーをこうあのコレクションしていた時期もあってですね、中には本当にこう数万円するようなヨーヨーとかがあったりとか、まあ、そういうものをこう買い漁っては、まあ、取っていたりとか、で結局じゃあどうしちゃったかっていうと、まあ、そういうカードゲームとかも、まあ、結局ほとんどもうないんですね。もうほぼ 99% もカードもなくて、マジック・ザ・ギャザリングとかも、まあ、ドラゴンボールに加えてですねやってたりしていて、そのマジック・ザ・ギャザリングとか本当にこうトレーディングカードなのですごくまあ高い値打ちがついたりとかするものなんですよね。1枚数千、まあ、高いもので数万とか数十万とかするんですけど、まあ、そういったものをやっていたりとかもしていて、じゃあ結局どうなったかというと、まあ、先ほどお伝えしたんですけど、まあ、もう使わなくなってしまったりとか、あの、まあ、UFO キャッチャーのぬいぐるみなんてもう跡形もない、もう 何十年も前にも捨ててしまったりとか、まあ、ヨーヨーもですね結局もう300個ぐらいあったんですよね、まあ、それもこう全部売ってしまって、今は本当にこう手元に残っているのは本当に実際に使うものだけみたいな 10個20個ぐらい今手元にあるんですけど、まあ、それぐらいしかなくて、はい、もう本当にだから無駄したなって思うんですよね。あの時本当それこそ10代とか12歳ぐらいからまあ19歳とか、まあ、大学前ぐらいですね、まあ、ずっとこうそういうものをやってきてですね、 あのお金を使わずに取っておいたら今頃、別のことに使えたのになとかすごいこう後悔を今してるんですよね。まあ、それと同じで、まあ、いろんなそのお金の使い道あるとは思うんですけれども、まあ僕自身がですね本当にこう賢くない方法でお金を使ってきたことに本当に後悔しているので、ぜひですね、お金を無駄に使うこと、それをしてしまうと絶対にあなたは後悔してしまうんだってことを覚えてですね、それをこう避けるようなことを賢い選択をしていただければというふうに思います。はい、今ですね、そういったその過去を経て今はあの賢いその資産形成とか、をするようにしています。まあ、しっかり貯金したりとかですね、まあ、その未来将来のため、まあ、自身とその嫁のため以外にも、まあ、子供のためですね、将来とか、教育のためにも、しっかりこう貯蓄をもちろん必要なので、その将来のことも考えてですね、教育だったりとかその後の、僕ら自身のその将来のプランとかですね、そういうことも考えながら、まあ、資産形成を賢くしようというふうにですね今は決めて、やっているところです。はい、なので一つ目のあなたにお伝えしたいポイントとしては、お金を賢く使わない人は絶対に後悔するよってことです。だから賢く使うような、選択をぜひしてみてください。はい、そしてじゃあ2つ目のポイントですね、意味のあるお金の使い方、言い換えればまあ賢いお金の使い方とはどういうこと、はい、なのかですね、賢くないじゃお金の使い方をまあ避けて、賢いお金の使い方をしようってことで1つ目のポイントとしてお伝えしたんですけれども、じゃあ何が賢いお金の使い方なのか、これについてお話をさせていただきます。はい、お金の使い方にはですね2つ種類があるんですよね。2つ、はい、1つは賢くない、要は悪いとか あまりこうよろしくないお金の使い方、そして賢い、正しいとか良いとされるお金の使い方、じゃあ何が根本的に違うのかって言ったら、これはすごく簡単なんですよね。悪いお金の使い方はですね、自分の例えば一過性の満足とか喜び、満足感とか喜び、そういったもののために使うお金、これが、悪い方のお金の使い方なんですね。じゃあ賢いお金の使い方、より意味のある、より meaningful な意味のあるお金の使い方はどういうものかというとですね、その最初の悪い自分のためだけにその一過性の喜びとかのためだけではなくて、ためだけというよりはむしろそうではなくて、自己改善とかですね、まあ、自己啓発とか自分をこう成長させるためのお金の投資の仕方とか、自分の自己改善のためのお金の使い方とか、悪い点を直していくとかですね、あるいは自分の健康のためですね、セルフケアとか健康を向上させるような使い方、はい、ひいては、その自分だけという枠組みから出てですね、自分だけではなくて、周りの人、家族とか友人とか、あるいはその社会的に関わる人たちに対する、その他者に対する貢献ですね、はい、他者のために役立つようなことだったりとか、他者の生活向上のためにこう貢献できるようなお金の使い方、ひいてはまあ社会貢献とも言えるかもしれませんが、そういったお金の使い方が賢いお金の使い方なんですね。はい、まさにですね、先ほど
僕があなたにお伝えしたカードのためにお金使ったりとかヨーヨーとか、そしてまた UFO キャッチャーとかですね、そういったそのゲーム関係とかのお金っていうのは本当にまあ自分の一過性の、それこそ振り返れば自分のためかつ本当にその時だけの楽しみ、享楽というかですね、本当にその時だけのその楽しみだけに使っていたというふうにこう本当に思うんですよね。はい、だから本当にそれは賢くないお金の使い方だったんだなって本当にもう痛いほど思います。そして、じゃあ例えばですね、どんな使い方、お金の使い方がじゃあその自己改善とか自己成長とか、あるいは他者への貢献になるのかですよね。例えば、まあ自己成長で言うならば、まあ資格の勉強をするとかですね、あなたがもし英語好きならば、英検準1級受けてみるとか、英検1級に挑戦してみるとか、まあ、そのため の, その参考書を買って、勉強する、はい、まあ、時間とともにそのお金もそこに投資をするということですよね。それがまあ自己投資という形で、あなた自身 の, その成長にもつながりますね、はい、スキルとその経験の向上にもつながりますね、はい、だからそういった資格の対策をするとか、あるいはその本を読むとかですね、まあ自己啓発に限らずですね、あなたが例えば小説が好きなら小説読んだりとか、はい、もうどんなジャンルの本でもいいから、本当にあなたがこう楽しむことができて、あなた自身 の, その人生に寄与できるような内容の本を買うと、でそれをこう読んでいって、あなた自身 の, その知識やスキルを深めていくということ、この本というのも本当に大事な、まあ、電子書籍に限らず、まあその紙の本に限らずですね、まあ、いろんなタイプの本が今あるので、そういったその自己啓発をするということもそうですね、はい、あるいは、サプリメントとかですね、健康的なサプリメントを調べて、プロバイオティクスとかですね、まあ、いろんなそのビタミン剤とかもあると思うんですけど、その取りすぎは多分良くないと思うんですけど、ある程度その調べた上でですね、一つ二つ決めて、そういったサプリをあなた自身 の, その健康のために、取っていくとかですね、あるいはその他者への貢献という意味で言えば、例えば友人、あなたの友人がですね、お金に困っていて、例えば仕事を失ってしまったというような状況をもしあなたが知っていてですね、そういった時にご飯食べに行こうよって言ってですね、おごってあげるとか、はい、まあ、本当に絶えもないような簡単な小さいことかもしれないんですけど、そういったこと、行動が、具体的な行動が本当に、まあその友人のためになったりですね、本当にありがとうってこういう思ってくれたりですね、しますので、本当にこう他者を助けるということにつながるんですよね。本当にあなた自身はそんなに大きくないと思ってるかもしれないけれども、本当にそれは他者を助けることにもなるし、本当に意味のあるお金の使い方、うん、なんですよね。なので、賢くないお金の使い方というのは自分自身の一過性の満足感とか喜びのために使うものであって、反対に賢いお金の使い方というのは、その一過性とかではなくて、恒久的にですね、あなた自身の成長とか、あるいは他者に役立つ、貢献するような形でお金を使うこと、はい、これがまさに僕があなたにお伝えしたい賢いお金の使い方だということなんですね。なのでぜひこれを知ってですね、賢いお金の使い方を選び取って、実践していただければというふうに思っています。はい、そして3点目ですね、物質主義から脱却をしましょうということですね。賢くお金を使うためにですね、今さっきあなたにお伝えしたように、他者に貢献したりとかですね、そして、まあ自分自身の成長のためにお金を使うことができるように、そのための一つ の, その手段というかですね、方法として、物質主義というものからまた結婚しましょうということを、これをあなたにお伝えしたいんですね。はい、じゃあ物質主義って何なのかって言ったら、要は簡単に言えばですね、物ですね、物であなた自身とか、あなた自身の、周りですね、生活環境とかを満たすことによってあなたが満足感を得るということなんですよね。はい、そういったものをどんどん買ったりとか、商品サービスどん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 買って、でそれであなた自身が満足をするとか、まあ、物質主義なんで、その物質があるものに限るんですけれども、例えば、まあ、不要な、それこそ、まあ、パソコン買ったりとかですね、まあ、必要ならいいんですけど、2個も3個も本当はいらないのに買ったりとかですね、あるいはその指輪とかですね、まあ、男性でも女性でもいいんですけど、もう毎日そんなのつけないのに、もう例えば1年2年とか全然つけることもないのにもかかわらず、もうゴールドとかプラチナの何かこう指輪とかですね、高いもの数十万もするものを買ったりとか、まあバッグとかもですね、ブランド物のバッグとか、そういったものをこう買うとか、そういう行動っていうのが物質主義に当たるわけですね。そういったものをこう買って、でまあ自分自身は幸せだとか、まあそのブランド物のバッグ持ってって、こうどこ行く時にもつけたりとか、
そういうことですね、うん、だそれがそういうことでこうあなた自身の心を満たそうとすること行為とかそういう考え自体それが、まあ、物質主義ってものなんですよね。でちょっとあなたに質問したいんですけどあなたはこの物質主義にとらわれているでしょうか、どれほどとらわれているでしょうか、それともとらわれていないでしょうか、はい、あなたの身の回りにあるものをの中にですね、どれだけ実はいらないってものがあるか一度ちょっと考えていただきたいですね、はいはい、いかがでしたでしょうか、僕はですね、この物質主義から脱却しようと思った、まあ、きっかけが、まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、その本当の、まあ、その、まあ、きっかけの一つはですね、まあ、気づきだったんですね、物からは本質的なその幸せっていうのは得ることができないんだっていうことに、まあ、ある時気づいたんですよね、はい、物、例えば物を買ったり先ほど言ったようなブランド物を買ったりとか、いらない指輪買ったりとか、金属買ったりとかそういうことをして、自分の生活を満たしても自分は満足してるかもしれないだけれどもそれは本質的には自分を満足させたり心の平安をもたらしたりとか本質的な幸福感というのをもたらすものでは決してないんだってことに僕は気づいたんですよね、はい、まあ、言い換えればですね本質的なじゃあ幸福感というのはどこから来るのかって話なんですけど、僕がこれは思うのは本質的な幸福感というのは心の中にあるものなんですね、はい、心の中、あなた自身のその心の中にしかその幸せっていうのはないわけなんですよ、本当に自分が幸せって思うための必要な、まあ、一つの本当にたった一つの要件というのはあなた自身のその心の中に心の平安があるかどうかなんですよね、はい、心の幸せが本当にそのあなたの中にあるのかないのか、うん、だと思うんですね、幸福感っていうのは外的な要因でもちろん決まる部分も多々あるんですが究極的そして本質的には内的なものだと僕は思っているんですよね。なので、だからこそ物質主義から脱却しようと、はい、いうことで、今あなたにお話をさせていただいているんですね。で、じゃあ本当の幸福感とか、まあ、本当のその平安っていうんですかね、本当の平和って何なのとかって思う方はですね別の動画で、本当の幸せって何、本当の平和って何、What is true peace という感じで、まあ、一つ日本語そしてまたもう一つ英語でですね動画を撮っていますので、ぜひそちらをご覧いただきたいと思うんですけれども、幸せっていうのは本当に内的なものなんだってことこれをぜひですね、理解していただきたいなって思ったんですね。はい、物質主義から脱却するためじゃあそのもう一つ の、まあ、ティップというかアドバイスとしてじゃあ物質主義から脱却するためにはじゃあどうすればいいかということですよね、まあ、その先ほどの気づきが一つなんですけど、まあ、幸せというのは本質的にはものじゃなくて自分自身の心の持ちようなんだということ、うん、自分自身が心に決めてそこからこう育まれていくのが本質的な内的な幸せなんだということの気づきがまず一つなんですけどもう一つその具体的な、まあ、実践方法としてあなたに覚えていただきたいのが、ミニマリズムですね、はい、ミニマリストと呼ばれる方が、たくさん今この現代ではいらっしゃると思うんですけれども、まあ、近藤マリアさんとかですねをはじめ、まあ、筆頭として、まあ、そのたくさんの方がですね今は、要は物質主義と全く真逆ですね、物をどん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 減らしていって断捨離をしていって、物質的な断捨離をどんどんしていって、必要本当に 最低限最小限のものだけで生活をしましょうということなんですね。でこれはまあ提唱したり実践したりしている人のことをまあミニマリストって呼ぶんですけれども、まあこのミニマリストの生活ですねっていうのをその本当に極端に例えば本当にもうワンルームでもう何もないみたいなことではないんですけど、まあ、極端、まあ、その極端って両極端があって、まあ、どっち度が過ぎてもいけないんですけどね、はい、だけれども本当に健康的なレベルで、ミニマリストになることをある程度こうですね、目指されることが、まあ、一つの指標になるのかなというふうに思っているんですね、はい、僕自身もですねまあ、そういったその浪費をした経験があったので実は20代とかぐらいの頃からですね20代後半ぐらいからですね、本当に必要最低限のものだけに、を買うようにしているんですね。例えばその服とかですね、僕服をかれこれ10年以上ですね、まあ、自分で買ったことが本当数回しかないんですよね、はい、じゃあ何してんのって話なんですけど、まあ、僕の嫁がですね僕にこう服を選んでくれてですねセンスがいいので僕の服をこう選んで上も下もですね選んでくれてこう買ってくれたりとかして、るんですよね。でそういったその選んでくれたものだけをまあ僕が着るような、はい、感じだったりとか、
あとはその僕、死んだおじさんからいただいた時計があって、まあ、ちょっと壊れてしまったんですけども、それこそかれこれもう12年以上ですねずっとつけていて、大学卒業のお祝いにいただいてですね、その時計をずっともう壊れるまで使ってですね、12年ずっとその時計だけ使っていてですね、はい、まあ、やっと壊れたという言い方あれですけど、まあ、ちょっと壊れてしまってもう使えないので、まあ、動いてはいるんですけど、その緩くなった部分があったりとかで、はめることがちょっとできないので、今はですねちょっと新しい時計を買ったんですけど、まあ、そういう感じで本当に、まあ、必要なものしか僕はあまり買わないようにはしているんですね、はい。まあ、だから自分のそういう失敗体験があったからっていうのも一番大きいのかなって思うんですよね。そういう失敗があったからこそ、まあ、ミニマリストと言わないまでも本当に必要最小限のものだけに、しようと、とどめようということで、無駄な出費は本当に、避けているというような状態ですね、自然に、はい。なのでぜひですね、このお金を賢く使うということをですね、あなたもぜひ実践していただきたいなって思うんですね、はい。あなた自身のためだけではなくて、あなた自身の自己成長とか、まあ、ひいてはですね、周りの人のためになるようなお金の使い方をぜひ、知ってですね、実践をしていただきたいなと思います。そしてそのための助けとして、この物質主義から脱却をして、本当に必要なものだけをこう買ってですね、幸せはあなたの内側にあるんだということを理解して、その本質的な幸せを求める、お金じゃなくてですね、お金だったりとかそのものだったりとか、お金で買えるものとかじゃなくて、本質的な幸せを築いていくっていう、まあ、決意ですね、そういう決意をしていただくようなこうきっかけがですね、今日この動画を通してあなたが感じていただければすごく嬉しいというふうに思っています。はい、いかがでしたでしょうか。今日はお金を賢く使う方法、習慣ですねについてお話をさせていただきました。これを実践することでですね、あなたは、後悔しないような人格を形成することができますので、ぜひ実践してみてください。はい、この動画がいいなとか参考になったなとか、あ、そういう考えもあるんだとか、いろいろこう感じていただくことがもしありましたらですね、高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。僕のチャンネルでは普段は英語力を伸ばしたい方や自己成長したい方、そういった方に向けて日々動画を発信しています。僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びて、そしてあなたが、そのあなた自身の自己成長のために必要な、気づきだったり励ましだったり慰め、そういったものを感じていただくことができるようになります。なので、よろしければですね、ぜひチャンネル登録、をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. God bless you. Bye bye.